お疲れ様です。オレオさんです。まあうちのね、常連の子たちを、次々紹介していこうか。まあまあまあ。でオレオさん、最近はどうなんですか？最近の趣味というか。 I'm played by Pokemon Girl。 怖っ。はい、私はポケモンカードが大好きです。はい、ポケモンっていうの今。ピカチュウ。ピカチュウ。あ、そうですね。国籍は I'm Japan。 I'm Japan。 はい、じゃあそのオレオさんの、ポケモンコレクションを見せていただいてもよろしいですか？いいでしょう。お、やったー。見よう見よう見よう。ここで出てくる。こんなところに俺のコレクションが偶然置いてあった。偶然ですね、偶然。そう、これはいいや。うん。じゃん。はい。あ、消しゴム洞窟。消しゴム洞窟？ゴンゴンシェイク。ゴンゴンシェイク。EV。EV。ハピナス。うん。これずっとやるんですか？わかんないわかんないわかんない。どんな感じなの？みんなもちゃんとなんか足立さんもなんか言ってあげてよ、これ。すごい。すごいの？まあリアリティ、高リアリティでそれ。あ、そうなの？高リアリティなんだこれ。わ、すげえ、超すげえ。じゃあこれを全部売ってくれるっていうことで。売りません。売りません。コレクターに走ったらしいです。そうなの？だって俺ももともとやってなかったよな、ポケモンなんて。だからコレクターになった。コレクターになっちゃったの？何がきっかけで？転売屋？違いますよ。何何何？なんか急になんか疲れちゃったんだよね。何に？プレイすることに。ああ。してしまいまして。ポケモンカードは対戦はしてないの？いや、してますよ。あ、そうなんだ。デッキも作ってんの？作ってます。あ、そうなんだ。あ、なんか大会出るとかなんか言ってたもんね。あ、そうですか。じゃあもう、今はディエマとポケモン比べたら、どっちが上なんですか？いや、どうなんですかね。やっぱディエマもやってますし。なんか楽しいですよ。本当。うん、わかりました。まあ、じゃあ、そうですね。これどうやって終わらせればいいんですか、俺。ね、どうやって終わればいいんですか、私さん、これ。俺の決めポーズで。え、何？最後ワクチン打ったぞ。あ、ワクチン打ったのね。あ、ワクチン大事ですね。あ、僕も予約しました。ワクチン。はい、倒れるかな。今予約取れないですよね。うん、わかん、まあ、ネットで、まあ、偶然、急いで取った、頑張って。近い金だね。うん、まあ、みんなどんどんワクチンを。俺はこれからぶっ倒れるかもしれないってことです。そうだね。これがもしかしたら俺の最後の。そっか、2回目打ったんだもんね。死ぬ可能性あるからね。じゃあ最後に。最後、衣装。はい、最後に遺言を。僕が生きてたら、うん、僕とポケモンカードしましょう。どうも、しだりが後藤でした。誰それ、しだりが後藤さん。いつもずっと言ってる。え？ずっと言ってるんですよ。あ、そうなの？ポニー石みたいな。ポニータ石っていう、うん、ポケモンの有名な人がいるんですけど、うんうんうん、でしだりがっていうポケモンに自分の名字つけて、あ、そういうことか。ライチュウメガワ。ああ、ベロリンガセイヤみたいな、そんな感じ？なんかその。そうです。うん。俺さん、シザリガワらしいです。ああ、わかりました。ちなみに、じゃあ、マッチだったらどういう名前になるんですか？何マッチだとかになるの？何が好き？彼が好き？何です？わかんない。何のポケモンが好きなんだろうね。ポケモン好きなのかな、そもそも。だって買ってんじゃん。じゃあ、ブラックキュレムとか。ブラックキュレム？伝説系。だって鳴き声だけで全てのポケモンが分かる町田さんだよ。マルマイン町田とかでいいんじゃない？ポケモンじゃなくてマルマイン町田。博士のマルマイン町田で。マルマイン町田になったの？あ、分かりました。じゃあそれはオレオさんがそう言ったという。分かりました。じゃあ、 オレオさんのポケモンコレクションどこまで増えるんでしょうか。はい、頑張ってください。はい、じゃあありがとうございます。